山山下下日本共産党ののです午前の続きをやりたいいと思いますまず総務大臣に、情報公開について、開示・不開示決定の権限は機関の長つまり総務省に関わるものは高市大臣が、防衛省に関わるものは稲田大臣が持っているということですが、大臣、なぜそうなっているんでしょうか。高市総務大臣 情報公開,公開法上、個別の開示請求に対する開示・不開示の判断については、国民への説明責任を負う各行政機関において、法の規定を踏まえて適切に行うこととされています。 一方で、この判断についての不服申し立てについては、各行政機関は第三者機関である情報公開、個人情報保護審査会に諮問し、その審査を得なければならないこととされています、情報公開法はこのような説明責任を有する各行政機関の判断と、第三者によるチェックの仕組みを組み合わせることによって、開示請求に対する適切な対応を全体として担保しているというものでございます。 山下英史君その責任者は、行政機関の長男ですね、えーそ、そこでですね、昨年9月30日、ジャーナリストの伏せさんから開示請求のあったあ南スーダン PKO に関わる日報について、12月2日の不開示決定がどのような経過でなされたのかについて、少し見ていきたいと思います。 えー、午後、追加でお配りした資料をご覧いただきたいと思いますが、これは防、防衛省から提出されたものであります、えー、決済狂乱と書いてありますが、懸、え、命、ー、開示請求された文書の開示・不開示について、2016年10月3日、云々とありますけれども、これはあの、はジャーナリストの布施さんが9月30日に開示請求を。 したものが防衛省として受け付けたのが10月3日ということでありまして間違いなくジャーナリストの開示請求についての決裁の文書でありますその下に案のとおり決定通知してよろしいかとありまして起案日は昨年平成28年11月30日これは12月2日不開示決定直前の決裁文書ということになります起案したのは防衛省大臣官房でありまして この決裁で最終的な判断を下すのは豊田官房長というふうになっております。2枚目にですね、その案の通り、決定してよろしいかと言われている案1をつけておきました。1、請求された行政文書の名称、南スーダン派遣施設隊が現地時間で2016年7月7日から12日までに作成した日報。3、開示・不開示の別。不開示 不存在という,ふうに、えー、起案されておりますで注目いただきたいのはです、ね、その下の方に8番、関係過失ということがあ、事柄がありますが、この関係過失というのはです、ね、決裁にあたって大臣官房から意見を求められる部署であります。そこにあるのは、統合幕僚幹部参事官と書かれてありますが、あ吉田参事官、これ、あなたのことですね。 吉田参事官はいそのとおりでございます<上>山下芳樹君、えー。あなただということですが、えー、実際にですね、昨年の11月28日に、大臣官房からあ倒幕に対して意見の紹介が行われて、倒幕参時間付きとして、意見なしと回答したと、稲田大臣が3月6日、参議院予算委員会、我が党、井上 佐藤市議員に対して答弁をしております吉田参事官意見なしと書いた回答したこと間違いありませんね吉田参事官、はい、この会計過失の趣旨でございますけれども私の部局では南スーダンの PKO 活動そのもの内容を担当している部署でございます従いまして開示文書に当たるような場合に開示不開示の該当箇所をどのように判断するのかと そういう観点から通常意見紹介が来るものでございます。今回の文書につきましては、陸上幕僚幹部の方で探した文書、特にあの派遣元の部隊、それから報告先のそこを集団司令部で、文書がすでに規則に則っって廃棄されていたということをもって、不存在であり、不開示だと。 いう紹介が来たものと承知しておりますなお、これまでも大臣が答弁しておりますが、その紹介に対する答えとしましては、政策調整官までで回答しておりまして、私が回答したことには、すみません、私として回答したわけではございません山下屋樹君。あなたの名前で、ここにあの関係過失ってあるわけですからね、直接あなたがやったかどうかじゃなくて、あなたが責任を持って、意見なしというふうに答えたわけですよ。 で私はですね知らなかったわけじゃないでしょ、そういう回答したことのここでも書いております、部局の責任者として、私の責任で回答したというのは、そこで、ですねあの私はこのですねこの時点で、つまり昨年の11月28日の時点で、あなたは倒幕の中に日報が存在することを知っていたはずだと思います。えー 同じく3月6日のやり取りですけれども、稲田大臣、こう言っております、統合幕僚幹部では、南スーダン派遣施設隊の日々の活動の概要についての資料を、休日を除き、ほぼ毎日作成しており、えー、大臣を、大臣室を含む省内等の関係先に配布をしております、えー、活動概要は3時間付きのアンミス担当者が作成をしておりますと、こう答弁を、大臣がされている3月6日ですね。 当然、この3時間付きのアンミス担当者が、毎日毎日、南スーダンの活動概要を作成していたことを、吉田参事官、ご存知ですね吉田しょ、はい、承知いたしております。 当該あの資料につきましては、我々の部署の方で作成をいたしておりますが、日報の内容のみならず、外務省からの情報、あるいは国連本部、あるいは現地の国連司令部からの情報、あるいは我が国の友好国等の情報源からの情報を加えてえ作っておりますので、日報のみならない資料情報で作っているということをご理解いただきたいと思います山下良樹君。日報も使って作られているということをご存知ですね。 吉田さん時間あの正直申しますと、私自身は実は日報そのものを見たことはございませんでした。えー、日報のすべてあの関係部署等を含めた情報をまとめたものとして見ていたと、大臣への報告資料を見ていたということでございます樹君この報告書を作るにあたって、日報が使われていたということはご存知ですね吉田参事官。 えすみません、まあ、厳密に日報がどうというふうに私があの認知していたわけではございませんけれども、それも現地の情報の一つとして入っていたということだと理解しております山下良樹君。入っていたと認識してたということであります。その当たり前なんですよ、現地の活動報告を毎日大臣に報告しようと思ったら、現地からどういう情報がね、来るか、日報を通じてどういう状態なのかということを知らなければ、活動報告、毎日作ることができるはずにないんですね。 倒幕は現にダウンロードして、日報をずっと蓄積をしていた、あなたが知らないはずないんですね。さらにちょっと伺いますけれども、あなたが必ず知ってたということが、もうあ,のあなたの部下のコメリブリーフによって明らかになっています。2月7日、倒幕3時間付きの田辺政策調整官が、日報についてブリーフを行いましたこのの月7日といいいうのはあのないないと言ってた。 あ日報が実はありましたと、倒幕の中に言っていって、それが開示されていく日であります。その時に田辺政策調整官はですね、こう言っております。日報は CRF ・中央即応集団司令部以外の人が、陸自指揮システムにアクセスしてダウンロードすることができる。倒幕幹部ではアクセス権限を得ていたので、ダウンロードする形で情報共有を受けていた。今回皆様にに渡した日報はは具体的には 統合幕僚幹部3時間、3時間の電子データを扱っている共有フォルダの中からプリントアウトした形で皆様にお配りしていると、私もいただきましたけれども、それはあなたの扱っている共有フォルダの中からプリントアウトしたものだというふうに、あなたの直属の部下の田辺政策調整官がコメントしているわけですね、3時間の共有フォルダの中からプリントアウトをしたと。5年間の…あの 日報が全部ですね、そこに蓄積されていたということですから、えー、これは日報の存在をですね、あなたの共有ォルダーに入っていたわけですから、知らないはずはないわけですね、昨年11月28日、不開示決定を、に対して意見なしということを了解したというのは、吉田参事官、日報が自分のフォルダーに存在していることを知りながら、不開示決定に、 意見なし、了解とした、これ、確信犯じゃないですか吉田参事官え先生が今、ご指摘いただいてます、倒幕の参時間という名称でございますが、それは今まで調査調整官もご説明しておりますが、部局としての倒幕参時間ということで、ご理解いただければと思います、まあ、いわゆる倒幕のなんとかか,だとかという言い方だと思ってください、私個人のものだということではないということをまず申し上げたいと思います。 また、我々はこの日報というのは、先ほども午前中、副大臣からご説明させていただきましたけれども、現地の部隊とその上級部隊である即応集団司令部との間の毎日の報告文書にしか過ぎないものでございます、それ以外にも現地の部隊はそれぞれ情報を持っております。 それが適時適時切に討伐ににもも入るようにもなっております日報だけがすべての文書の根源ではないということは、ここで改めて申し上げたいと思いますし、担当が参照にしていたということもあろうかとは思いますけれども、それを定型的にすべて我々が配布先として受け取っていたわけでもございませんし、保存していたわけでもないということは、これまでも大臣も答弁しているとおりでございます山下良樹君。そんなことは通用しないですよ。参事官は部署であって、あなたじゃないというんですけど、その部署の責任性はあなたでしょ。 そのあなたが知らないわけないじゃないですか、毎日大臣に報告する活動概要を、日報をダウンロード、あるいは閲覧しながら作っていたんですよ。その中に日本も含まれていることを承知したとあなた言ってるじゃないですか。つまり、倒幕三時間の部署の中には、この日本のデータがあったということなんですよ。そのこと知らないはずがないんです知らなかったらね、職務怠慢ですよ。知っててね、あなたは日本の存在が、あの知ってたよ。 開示請求に対して不開示の決定をあなたの責任で了党してしまった。そして私に対して、国会議員である私に対して、破、え、棄、ー、したという説明をさせた。これはね、許しがたいね、隠蔽体制だと言わなければなりません。さらに聞きたいと思いますが、えー、稲田大臣はですね、えー、もう国会答弁で繰り返し30日、 限られた30日以内で見つからず不開示としたと述べておられます。しかし、これは事実と違います。30日で決定せず、請求者に回答の延期を通知いたしました。30日間でまだ回答できませんので、延期しますという通知が布施さんのところに行っております。で、その後また30日、つまり60日後にですね、不開示決定の通知を大臣名で出しているわけです。 え大臣30日じゃなくて、60日だったと、間違いないですね、あえー、3時間吉田三時官。すみません、私の所掌に関わることではございませんけれどもあの、私の承知している限りでお答えしますと、一度延長して、30日間のものを延長したので、60日間であの開示決定、まあ、不開示決定という形ですけれども、されたというふうに承知しております山下良樹君あの。そういうことなんです、9月30日の開示請求から、12月2日の不開示決定まで。 60日あるわけですね。この60日間に何が起こったかということなんですが、えー、10月25日の閣議で、南スーダン PKO 部隊の5か月間の派遣継続、延長が決定されました。それから11月15日の閣議で、南スーダン PKO 部隊に駆けつけ警護の新任務の付与が決められました。えー、その間ですね。 南スーダンの地場で繰り返し戦闘があったということを記録している日報が、開示公表されたり、あるいは不開示したことが話題になったりすることは、極めて不都合だと、政府、防衛省幹部が判断して、開示請求に対する対応の方針を決めた、すなわち60日かけて不開示にしようじゃないかということを決定し、指示したと考えるのが、 これは自然だと私は思うんですね初、えー、めからのシナリオができていたと、11月28日、だから大臣官房から倒幕に対しての意見紹介があったときに、倒、え、幕、ー、参事官は意見なしと、すっと回答することがいた、初めからこういうシナリオがあったんじゃないですか、参事官吉田参事官。 まずあの最初に申し上げておきたいと思いますが、今回問題となっております日報は、昨年の7月のジュバにおける大規模衝突に関してのものでございます。これはその時から国会等でもご議論、ご質問もいただいておりますし、我々もマスコミの関心も高かったこともあり、例えば宿営地で流れ弾が見つかった件、あるいはそのジュバで、 えーまあ、大規模な軍事衝突があったということ、武力衝突があったということについて、す、え、べ、ー、てお話をし,たしているものでございますので、その内容そのものを、そもそも隠す必要もありませんし。ご説明していることであるというふうに、まず申し上げておきます。それから、先ほどの、あの、まあ、三十日、六十日の件でございますけれども、まあ、三十日の間に文書を特定し、まあ、その後、三十日で決裁を取っていたと。 いうふうに、えー、まあ承知をしておりますけれどもいずれにしてもあのわが私の部局は先生方との間をつなぐ説明責任を負っている部署でございます私の立場としてこの日報を隠す必要性は全くございませんしもしそうでもしあのうちの部署が隠す必要があるのであればそもそもうちの部署に文書そのものが残っているはずもないわけでうちの中にあるものを不開示の部分はこのようにして私の方から出させていただいたというのが実情でございます山下和之君 だってね、12月2日に不開示決定してるんですよ、あなたがそれに了解してるわけですよ、その時あなたの部署に日報があったってことは、あなたもそれを使って、部下が活動概要を作ってたっていうことを知ってたわけですから、あれも知ってるわけですよ、それを出さなかったわけですから、これは私は隠蔽されたと言って仕方がない、言われても仕方がないと思いますし、なぜそういうことをしたかというと、さっき言いましたね、この2つの重要な閣議決定する間に、この日報の内容が戦闘ということが繰り返し出てくる。 これが出てくると、非常にまずいと、そういう判断があったんじゃないですか、これ、政務官、いかがですか。あの、日報をもとにですね、えー、さまざまなあ、さまざまな報告を作るときに、日報が一つのお資料になっていると、それはあのおっしゃるとおりだと思います。そういういい中においてです、ね、今回あの日報があ それをもとにして、えー、モーニングレポートが作られているということとです、ねえー、この日報はそもそも内部規定の中において、破棄をしなければならないものであります、そしてまた、三時間においては、それが破棄されているものと認識の上でえで、ー、今回、不開示について、意見なしとされたものとわれわれは認識しているところでございます山下一樹君、破棄なんかされてなかったじゃないですか。 陸地にもあったという報道があるじゃないですか、かこれ、非常に重大な問題だと思っております。憲法に関わる重大な問題で、国民に情報が隠されたということでありますから、えー、委員長に2つお願いをいたします。えー、まず、えー、統合幕僚統括官の辰巳正義氏、それから統合幕僚参事官の吉田正則氏の党委員会の承認官もを求めたいと思います。 えー、第二に情報開示に関わる重大な問題ですから外交防衛委員会と党委員会の連合審査を求めたいと思いますよろしくご協議願いますただいまの件につきましては御国理事会において協議いたします、はい、山下一樹君、えー、もう防衛省の関係者の皆さんご退席いただいて結構ですます、えー。防衛省の関係者の皆さんは退席いただいて結構です山下一樹君、えー、それでは残りの時間で法案の審査を行いたいと思います トップランナー方式と称して、す、え、で、ー、に2016年度から学校、業務員など16業務の退院費用が削減されております。総務省に伺いますが、予定していたです、ね、図書館や博物館、公民館や児童館の管理の指定管理者制度の導入については断念したと聞いておりますけれども、どういう理由で導入をやめたんでしょうか。高市総務大臣 え、図書館、博物館、公民館、児童館など、え、管理の4業務につきましては、え、昨年トップランナー方式の導入について検討を行っておりましたが、今般、あの、導入を見送ることにしました。で、その理由ですが、業務の性格として、すでにトップランナー方式を導入した庁舎管理などの定型的業務と異なりまして、え、教育、調査研究、子育て支援といった政策的な役割を有していること、で、このため地方、 団体からは、司書や学,学芸員など、えー、専門性の高い職員を長期的に育成確保する観点から、指定管理者制度を導入していないという意見が多いこと、実態としても指定管理者制度の導入が進んでいないことをあの踏まえたものでございます山下良樹君、えー。政府がこれから進めようとしている窓口業務の民間委託か 具体的にどのような窓口業務で民間委託を進めようとされているんでしょうか。福島公共サービス改革推進室長、えー、平成20年にあの地方自治体が民間に委託できる業務の範囲ということで、えー、当初で調査をしたものでがございます、えー、そこでは具体的には住民票の写し、戸籍の不票の写し、戸籍等商品などの交付。 国民健康保険関係の各種届出書、申請書の受付など、窓口業務として25業務を整理しているところでございます山下良樹君、地方税に関してはどのような業務を上げているでしょうか、福島公共サービス改革推進室長。今申し上げました窓口業務25業務のうちの1つとして、地方税法に基づく納税証明書の交付というものがございます。 具体的には、証明書の交付請求の受付に関する業務、証明書の作成に関する業務などでございます山下良樹君。私は10年ほど前からです、ね、市場化テストと称して、税務関連の業務の民間委託化を進めている大阪府の実態を聞いてまいりました。大阪府ではです、ね、例えばあの自動車税に関する問い合わせ業務、これ、300万台ぐらい、大阪府には自動車が所有されているわけですが。 これに対する問い合わせ業務を、コールセンターを作って民間委託いたしましたし、それからあの、先ほどあった納税証明書の交付作成業務、それから総合案内などの、不税事務所の窓口業務もですね、民間委託をいたしました。その結果、何が起こっているかということなんですが、えー、私、明らかとなった問題が、あ 大きく一つとしてですね、公権力に関わる業務を民間に委託することによる納税者のリスクというものがあるというふうにあの感じました、えー、一つはですね、税務情報、個人情報、漏えいの危険であります。えー、例えばですね、あの自動車税のコールセンターではですね、えー、車のナンバーを入力すれば、それが誰のものかっていうのはすぐ分かっちゃうんですね。それがもうあの公務員ではない、えー 民間会社の、えー、で働く人によって、全部そういうこの情報が渡ってしまっていると、それからあーそのコールセンターはです、ね、n t t アクトという、一民間企業にです、ねえー、車を所有する人の全情報を持たせるということになっておりまして、例えばあの、いつ車検が切れるかなどの情報もあると。 これはあの、中古車業者の皆さんなんかから言いますと、ものすごく喉から手が出るほど欲しい情報で、一件、だいたい二千ぐらいで取引されているとも言われております。それから、納税の窓口ですね、不税事務所の窓口の納税証明書の作成業務も、これもですね、見逃がなければ、もうボタン一つ押せば、納税証明書が出るということになっているんですが、逆に言いますと、全、 あの税目で収納情報がどうなってるかを一閲覧できることになっておりますこういうことが一民間企業の民間で働く人にあの情報が渡っているということになるわけですが大臣これは個人情報納税情報の漏洩のリスクが極めて大きいんじゃないかと思いますがいかがでしょうか高市総務大臣 あの、地方税の徴収に関する事務の中で、相手方の意に反して行う立ち入り調査ですとか、差し押さえ、購買等の強制処分などについては、地方税法の規定によって、徴税理員の実施主体が限定されていることから、 えーまあ、そのような公権力の講師を包括的に、えー、民間事業者に委託するということはできません、まあ、これは通知によって示してます、それから今ご指摘の個人情報の保護に色、えー、を生じることのないように、まあ、特段の配慮と慎重な取り扱いが必要であるということも併わせて通知をいたしております。まあ、例えば民民間間事業者への業業者のの務務委委託託をを行う場合にはあの民間委託した業務を徴税理の管理下で行 行わせること情報の多用と利用の禁止、委託業務の採択の禁止を徹底することなど、まあ、情報の厳正な取り扱いが確保されるように、まあ、十分に留意する必要を伝えております山下屋敷君。あまあ、職員の管理の下でという言葉がありましたけど、この大阪府の自動車コールセンター、自動車税のコールセンターはですね、 もともと不税事務所でやってたことなんですけど、別の民間のビルの中に、そのコールセンター、一室を作りましてね、職員も誰もいないところに、こういう情報だけはどん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 流れるということがあって、これはさすがに職員や住民から批判されまして、まあ、不税事務所の中でやることにしてるんですが、しかし、一民間企業に丸ごと委託されていると。 それからいろいろ配慮されてるっていうんですけれども、確かに契約上ですね、守秘事務に義務に関わる契約書を書かせて、誓約書を書かせるなどしているんですが、これ、あくまでも契約上の,あのものでありまして、法律上の守秘義務ではありません、刑事罰を含めた守秘義務がかかるわけではありませんので、したがって実際にですね漏洩事件も起こっております。大阪ではではすね えー、この民間委託先の労働者、まあ、残念ながら首を切られた方が腹いせに、ですね、えー、自分が取得した情報を持ってるんだということをわざわざあ手紙で送りつけるなどの,あの事件が起こりました、5月の納税通知期これ、忙しい時期ですけども、この時に大量に採用して、えー、忙しくなくなったらもうあの解雇すると、えー、これが民間ならその反感に対応できるという言い方で、出し入れ自由だと。 でそうすると、やっぱり労働者の皆さんにそういう気分が生まれて、漏えいになったということですから、これは極めてリスクが高いと、私は実態を聞いて思いました。だからもう一つですね、納税者の生活や営業を無視した、催、え、告、ー、等の拡大の危険というものも、極めてあるなというふうに思いました。えー、先ほど大臣、ちょっと触れられましたけれども、自動車税のコールセンターでは、ですね自主納付の呼びかけ。 国業務というものをされておりますこれ、言い方にいろいろ規制があるようで、税金を払いなさいと言ったら、公権力の行使に当たると、したがって、お忘れではありませんかとコールすると、これだと公権力の行使に当たらないというふうに解釈して、えー、その催告業務をしているそうなんですが、しかし、サービス要求水準、 というものが設定されて、それをクリアしなければ、契約金額にペナルティーが発生するということに委託先とはなっているそうです。そのサービス要求水準、具体的にコールセンターではどんな項目があるかという,ということを一部紹介したいんですが、収入率という水準があります。電電話話したたののうち納納付されれ税税税額額額対象税額総額、うん、これが一つの水準る だから電話して、納付してくれた方がお多ければ多いほど成績が良くなる電話応答率、電話したもののうち応答した件数、割る電話発信総数、えー、これ留守のところにいくらかけてもダメなんで、いるときにかけなければならないらエスカレーション率、コールセンターの業務範囲内の案件を大阪府の職員に引き継ぐこと、これ、引き継ぎが多ければ多いほどダメと。 いうふうに評価をされるそうですが、まあ、こういう水準が課せられていることによってです、ね、委託された企業側は、サービス水準クリアを目的に業務を行うことになりまして、夜間休日お構いなしの催告、それから納税の呼びかけを超えた差し押さえ等の脅しや、本来、猶予されるべき制度があるにもかかわらず、それを紹介しないで支払わせるためだけの催告になる危険があると。委託先の非正規労働者は 個人別の成績管理がやられているようで、契約打ち切りの恐怖の中で、こうしたですね、えー、払ってもらう人の成績を上げよう、できるだけ電話の応答率を高めようということで、まあ残念ながら休日だとか朝にですね、かけるっていうことも起こりがちだと、これ、一般の税務の職員だったら、あ権力を行使する者としてですね、そういうまあ安穏、平穏をですね、 破壊するような時間帯に電話をするようなことは、慎んでいるというお話でしたけれども、こういう水準をかけられたら、そういう事態にならざるを得ない、大臣に伺いますが、こういう実態が、これはもうすでに10年ぐらい、大阪府でやった結果ですね、現れている懸念すべき事態ですが、こういう事態が起こっていることをご存知だったのか、有識事態と思われないのか、いかがでしょうか。高市総務大臣 あの、今委員が紹介された、あの、ことが事実であるのかどうか、まあ、これについては私は、あの、把握をいたしておりません。あの、まあ、個別の事案でございますので、やはりこれは地方税法、それから通知の趣旨を踏まえて、あの、地方団体の税務当局の判断と責任においてですね、対応していただくべきものだと思っております。でまた、あの、 調整理員が行う特則上の、あの、送付。これは、まあ、ま、公権力の行使になるかと存じますが、まあ、滞納者に対する電話による自負中納付の呼びかけなどについては、まあ、公権力の、あの、行使に関連する補助的な業務として、まあ、行使そのものには、まあ、当たらず、まあ、民間委託は可能なものでございます。ただしですね、その民間委託先に対して、あの、やはりこれは、あの、 地方団体に対して、これ、総務大臣通知を発出しているんですが、委託先等の事業者における労働法令の遵守、えー、雇用労働条件の適切な配慮などについても要請をしております、まあ、周りにもその委託先がですね、であのその労働者に対してあの過酷なことが行われていると、労働法令が守られていないということでは困りますので、これは大臣通知を発出させていただいております。山下芳生君あの 私が今言ったことは事実ですのでね、そういうことが起こっているということを、まあ、これから窓口業務の民間委託っていうことを、政府としてトップランナー方式の中に採用するかどうかというときによくこれは考える必要がある問題として、提起をしておきたいと思います。それから、この窓口の民間委託によってですね、本来すべての納税者に保障されるべき専門的な対応を困難にさせるリスクというものも生じていると感じました。えー、だいたいあの 民間委託先された、ああのその働く方々はです、ねえー、不税のしおりという、簡単なしおり程度の制度紹介を、マニュアルに基づいてやると、税務経験のない非正規労働者の方が、そういう対応をされているわけで、制度を知ら,知らなければです、ね、職員につなぐということもできない。 恐れがありますし、えー、先ほど言いましたように、短期の雇用が前提ですから、専門性を蓄積したくてもできないということが起こるわけですね。えー、私は窓口業務というのは、あの業務の最前線、第一線だと思います。例えば納税者はです、ね、やはり税の専門性に基づく分かりやすい説明と対応。 税の付加徴収の公平性と納得こそを求めているのであって、それに応えることが、納税行政の責務であると思いますが、残念ながら、窓口第一線でですね、そういう対応がされずに、本来いろいろ受けることができる、えー、減額免除などが受けられずに、そのまま終わっちゃうということも、残念ながらこれ、起こりうるという危惧がされております。これも大事な問題として、えー、提起をしておきたいと思います。 そこで,です、ね、こういう問題を次々と導入しようとしているわけですが、これまでトップランナーはです、ね、多くの自治体でやっているところに導入するんだと言われてきましたが、これまで導入されたものが、どの程度の導入率であったのか、それから窓口業務については、どの程度の導入率になっているのか、お答えください。黒田知事財政局長 お答えいたしますトプランナー方式につきましては、多くの団体が民間委託等の業務改革に取り組んでいる業務について導入しております。具体的な業務改革実施割合の例でございますが、平成28年度に導入した業務のうち、例えば学校給食の調理につきましては、給食実施、市区、町村のうち、一部委託を含む民間委託の実施団体の割合は62.6%、平成29年度に導入予定の業務のうち、 例えば、青少年教育施設管理については、都道府県の全施設数のうち、指定管理者制度を導入している施設の割合が63.6%などとなっております、また、窓口業務につきましては、現在、業務改革の実施率といたしまして、総合窓口化をしているものが12.1%、アウトソーシングは16.0%という状況と承知しております山下茂樹君。 あの今の答えはです、ね、何か一つでもですね、何か一つの業務でも民間委託すれば、その市が全体として、窓口業務の民間委託しているというふうにカウントした数字でありまして、かなり水増しされております、資料4枚目に、資料の最後にですね、これはあの、みずほ総合研究所がです、ね、この窓口委託がか考えられているそれぞれの業務ごとにです、ね、一つ一つの実際の民間委託されている率、 をあの調べて出したものがあります、えーまあ、高いので、狂犬病予防注射や飼い主登録、飼い犬登録、これは2割前後ですが、あとはもう1桁がほとんどなんですね、納税証明は7%です、以前はやっていたがやめた、検討したがやめた合わせて13%、戸籍については実施は4%、やめたのが18%などですね、えーこう、極めて低いんです、あの民間窓口業務はね。 もう最後になりますが、窓口業務だけ切り出せるかのようなことを言いますけれども、さっき言いました、窓口こそ住民にとって行政サービスでありますので、ここで身近な、親切なです、ね、対応がされることが求められているわけですから、もう安易なです、ね、窓口業務の民間委託はやめるべきだし、実態にも沿わないということを申し上げて質問を終わります。